はい、いやバイキング美味しかったですね。美味しかったです。食べ過ぎ食べ過ぎ食べ過ぎじゃないですよ。俺の倍ぐらい食ってたよ。でもちゃんと動ける分は残してあります。あれで、はい、すごいな。大丈夫です。あれで腹8分ぐらい。はい、すげすげこちら10番ホール、はい、476ヤードのパー5です。はい、山崎さんここどうですか。ここも僕2オンは厳しいっていうか距離的に結構長く感じるので、うんうんうん、あと1打目あの左が広く見えるんですけど右の方が意外に広いんで。いやこれね、はい、前回僕本当に左が普通に広いと思って、はい、まっすぐあのバンカーの右方向に向かって打ったら隣のホール行っちゃいましたから、それはよく覚えてるんですよ、はい、あの日本木の右ぐらい狙っても、うんね、真ん中あたりなんであのくらいを、ね、はい、はいはい、分かりました。はい、では参りましょう。じゃあ後半よろしくお願いします。うん、ましょう。ナイショーです。結構狙い通り行きました。宣言通りの木の右、綺麗。あ、よかった。ナイス。お見事。お見事、うん。いいスタートですね。よかった。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、わあ、ナイショー。わあ、お見事。はい、ありがとうございます。ナイショー。さすが。もう飛びすぎて見えないちょっと前半のラストは良かったのでその流れで後半戦頑張っていきたいと思います。こちら10番ホール411ヤードパー5です。リリースティーからの距離になります。狙うはちょっと私はねこの木が邪魔なんでこっちの木よりか右よりに打っていきたいと思います。おー、ナイスショー。いいとこにフェアウェイ。あー、よかった、うん、ちょっとくぐったけどね。ちょっとくぐりましたけど、うん、でもナイスナイス、オッケーオッケー、うん、オッケー。ナイスショー。オッケーオッケー、ナイスミスナイスミス。ちょっとダフったけどハッピーミス。ダフっちゃった。ハッピーミス、うん、ハッピーミスハッピーミスですね。うん、ナイスショー。ナイスショー。ありがとうございます。オッケー。100ヤード。見事。よし、はい、完璧。ナイス。ナイス。ありがとうございます。うん、ナイスショー。やった。おお、飛んだ飛んだ。ナイス。オッケー。オッケー。よかった、嬉しい。捕まった。ナイスショー。ちょっと左かな。でかい。ちょっと左。ちょっと左捕まってちょっとでかかった。行きます。うん。いいよ。おー、いい感じ。いいよ。ついた。バイチャンス。おナイス。ちょっと大きいかなぐらいですけど。ちょっと大きい気がします。うん、ナイス。待っててくれ。あ、ブレーキかかっててくれ。あ、おいや、大きくないね。オッケー、ナイス。あ、微妙。エッジとちょうど。でもよかったです、これで7度と大きかった。うまっ。やばい、入っちゃう。ナイス。すげー。ナイスです。わー、ナイスバーディー。ありがとうございます。エッジよりかもうちょっと行ったところで落とそう。やばい、おお、打ちすぎた。すごい、今のは完全に打ちすぎました。私、さあ、ヨラさんバーディーパット。ありがとうございます。
マジな。ラスパ、ありがとうございます。ナイスです。よし。来い。あ、惜しい。ナイストライ。ちょっと狙いすぎちゃったかな。いや、でもナイストライ、ナイストライ。オッケー、ナイス。オッケー、オッケー。もう見てる方もドキドキする。続きまして11番ホール338ヤードのパー4です。はい、ここはどうですか、由良さん。まあぐーっと登っていって、あの真ん中にある木をどういうふうに考えるかというホールだと思うんですが、はいはい、僕赤旗の右ぐらいに置けたら最高かなっていうのがあるのと、はいはい、ここものすごいあのトラップがあって、はい、この下の台がめっちゃ右向いてるんですよ、うん、レディースティーも確かに、確かにバンカー方向向いてますね、はい、そうです、バンカー、うん、レディースティー限ってはバンカーより右に打たせようとしてるんで、だから木を向くとかなり左を向いてるように感じてしまう、そうです、そうです、ここですね、そういうところを気をつけて、はい、難しいです、はい、ではお願いいたします。お願いします。でもあれはあれでいいところ、はい、ナイス、あ、よかった、ありがとうございます、内緒です、あ、ナイス、うん、アングル的にも大丈夫でしょう、はい、うわー、ナイスショー、むっちゃいいとこ、でもウッドで飛びすぎ、あ、いや、今日ね、あのピンが右なんで、確かに、なので木の後ろ行っても大丈夫だと思って打った、こちら11番ホール330ヤードパー4ですね、レディースティーになります。で、先ほどの由良さんの助言を受け、そうですね、これ右に向いちゃう、構えちゃうと思うので、私もあの大きな木の方向を向いて打っていきたいと思います、はい、ナイスショー、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ、これはすごい、250ヤードいった、そんな飛んでないですよ、めっちゃ飛んだよ、めっちゃ飛んだって、こっちの花道から狙っていきたいと思います。ので、その番、なんだろう、なんて言えばいいんだ、あ、一番右、ん、右の木かな、あの、わかります、伝わんないかな、あの黄緑色の木ナイスショー、よっしゃ、オッケーオッケー、わー、ナイスショー、あ、バンカー、お、際どい、バンカーに入ったか入ってないかのとこです、入っちゃいましたかね、かもしれない、あ始まりますね、始まった、ナイスオン、乗りました、ありがとうございます、ラジオ体操中ちょっとあっち行くよ真剣、もうしょうがないね、うん、もうバンカー狙いましたからいいです、うわ、うま、ナイス、うま、うまい、ナイスです、ナイスです、ありがとうございます、いや、まあ、悪いバンカーショットではないのよ、ただちょっとやっぱ出さなきゃいけない距離が難しいですね、そう、いや、結構いいショットしたよ、もう一回頑張ってきます、うん、そう、そう、それをやってほしかったね、あ、ありがとうございます、あ、あ、そんなに切れないで、いやいやいや、悪くない、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ありがとうございます、ナイスパット、うん、
出てない、ちょっと出てない。確かに。ノアナイス。ナイスです。ナイスパー。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。後半は違うよ。OK。ナイス。ナイス。よし。続きまして12番ホール155ヤードのパー3です。はい、まあちょっとねティーグラウンドが、はい、その155ヤードよりも今、まあ、7ヤードぐらい後ろで、でまあ打ち下ろしで風もアゲンストでっていう感じですね。一番その、うん、風に押されやすいクラブをどういうふうにこう打ちこなしていくかという感じになると思うんですが、どうでしょう。左が意外に狭いんで、はい、ピン左にあるんですけど、うん、まあ、中央から右ぐらいに落とせたらいいなと思います。そうですね、はい、はい、OK です、行きましょう。はい、はい、お願いします。ちょっと今左から風来てる分だけちょっとセンター狙いで右に持っていかれて、どうだ。お、ナイス。あ、よかったよかった。なんとかなんとか。ナイスです。エッジ。よかった。うん、右エッジ。オッケー。よかった。ナイスショー。わお。上がる。どうでしょう。ドン。わお。ナイスです。ナイスです。グリーン刺さりましたけど手前に。はい。あ、ナイスです。はい。はい、こちら12番ホール126ヤードのパー3です。そうですね、どう狙いましょう。7だとそのバンカーにちょっと入りそうなので6で大きめで、そうですね、行きましょう。お、ナイスショー。ナイスショー。お、ナイスショー。大きいかな。行け。乗った。ナイスショー。やったー。ナイス、うん、上手。よっしゃよっしゃ、掴んだぞ。バディやバディ。えへ嬉しいです。それでもこうやっていいの出すと私調子乗っちゃう癖があるので、調子乗らずに冷静に落ち着いてパッと打ちたいと思います。イエーイ。ヤピンショー。ナイス。右に出ちゃった。いや距離はぴったりだけどな、ちょっと右に出ちゃいました。思ったほどのね、うん、落ち込みがなかった。すごい、あ、惜しい。ナイスタッチです。ナイスパー。ありがとうございます。すごい。ナイスタッチ。曲がって。いけ。ナイス。ナイスタッチ。お、ナイスパーじゃん。ちょっとお先ですか。いいよ。なぜか喜び方がアホっぽい。自分でも思いました。自分でも思った今。力が全部抜けました。うん、ちょっと待って。ナイスパー。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございます。やったー。オッケーオッケー。カモンカモン。惜しい。ちょっと引っ掛けました。でもね、今引っ掛けましたね。おお、危ない。危ない。大丈夫大丈夫大丈夫です。大丈夫。続きまして13番ホール388ヤードのパー4です。はい、ナミッキーナイスパー。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。はい、というわけでこのホールはちょっとここ難易度高いですよね。はい、難しいです、う
左ドッグレッグで、まあかなり狭まったフェアウェイということなんですが、狙いどころはどこでしょう？カート道路から左はすぐワンペナーなんで、はいはい、僕はいつも右の見えるバンカー方向を狙って打つんですけど、うんはいそうですね、中井プロだと入る気がします僕はあの方向打ったらちょうど残り130ヤードぐらいのところに落ちるんで、はい、じゃあ僕ちょっと気持ち悪いティーショットではありますけどね、うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、うん、ちょっと切ったか、ちょっとアウトから、うん、左が気持ち悪い分少し切りましたけども大丈夫でしょう、うん、多分ギリ大丈夫だと思います、大丈夫だと思います、はい、アウトであります、大丈夫です、うわバンカー一直線、すごい宣言通り、うん、もうバンカーでいいと思って打ちました、はい、ナイスショットです、すごい宣言通りバンカーを綺麗に直線、はい、こちら13番ホール356ヤードのパー4です。私はそうですね、両サイドのバンカーやっぱ気になるので、あの黄色い旗狙っていきたいと思います。あーちょっと右、あ、危ない、大丈夫、 OK、 ナイス、大丈夫、大丈夫ですかね、うん、よし、ギリ、OK、 ギリ OK よかったよかった、よしよしよし、 OK、 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 いいよいいよ、 OK、 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 悪くない悪くない、よかったよかった、ナイス、びっくりしましたけどね、ワンカー入っちゃうかもしれない、はい、もっと出ろもっと出ろもっと出ろ、うん、多分大丈夫なところまで行った、うん、ありがとうございます、うん、左かな、いけいけ、おお、オッケーです、乗りはしました、よいしょ、いいよ、超えろ、いいよ、止まる、超えてる、止まる、絶対止まる、ナイス、よいしょすげえ、やばい、なに、私変わった、人が人が変わった、変わった変わった、びっくりしてるよナイスうん、うまっ、うわやばい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 、止まる、ナイスショー、うわ戻ってきた、ありがとうございます、今戻りましたね、ね、ヒュッて、いやあれいいショットだった、本当にちょっと覚醒したかもね、今回の佐賀旅行でね、いけるいける、見えてきたね、多分本人もそれが自覚できると思うから、それは大きいですよ、とっても、うん、自分が自分のことを信じられるっていうのはね、やっぱり大事ですから、うん、ナイスタッチ、ありがとうございます、惜しい、うん、ナイスです、これはナイストライですよ、うん、ナイスです、ありがとうございます、オッケー、いやー惜しい、ちょっとだけね、ナイスタッチ、いやー惜しい、ちょっとだけね、ナイスタッチ、はい、ナイスです、すごい、きます、さあ主役登場、ナミッキー、いやいやいや、あー取れた、2連続パーだやめてください、ナミッキー、あー惜しい、いけ、あー惜しい、打ちすぎたよ、今あー、どんまい、どんまい、どんまい、
イス。いやでもこれはめっちゃもったいない。もうこれはもとてももったいない。続きまして14番ホール321ヤードのパフォーです。はい、このホールピンが見えませんがどんな感じなんでしょうか、岩井さん。右に右ドッグレッグ で、はい、で左側のカート道より左行ったら OB になるんで、なるほど、フェアウェイ真ん中狙っちゃったら引っ掛けたら OB になるんで、はい、僕はいつもあの右のキーの方を狙って、はい、逆に少し斜めのキーですね。そうです、それより右に行っても狙えるんで。なるほどですね。ベストは左サイドにつけることですけど、はい、危険がいっぱいって思います。了解です。はい、はい、お願いします。お願いします。いや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 、あのラインからちょっとスライス気味で OK。 ナイスです。ありがとうございます。はい、完璧じゃないですか。完璧、よかった。ありがとうございます。うわー、ナイスショー。やば、完璧。あのラインですか、ひょろっと右。完璧です。残り20ヤードです。本当ですか。じゃあこちら14番ホールの284ヤードパー4です。で、私はですね、あの前のちょっと大きめの木、ボサボサの木、あの辺を狙って、そうですね、行きたいなと思います。ダフった、今の。また上がった気がする。私こうやってこういっちゃった気がするんですよね。よし、ナイスショー。ナイスナイス。ありがとうございます。しっかり、でかい、どれでかい、でかいっすか、でかい、いいショット。戻るはずが。ゴー、惜しい。ちょっと軽いか、ちょっと軽いか。すげー、わお、惜しい。すげー、すごい。ナイスです。ナイスです。5対5でいい気がします。これは悔しいね。いい、ナイスタッチ。ありがとうございます。ナイスです。ナイスタッチ。ありがとうございます。ナイスです。よかった、素晴らしい。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。ナイスパー。ほぼまっすぐ。ちょっと弱いか。登ってる登ってる登ってる。マジかー、マジかー、マジかー。ナイス。ありがとうございます。ナイス、ナイス。動画ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。せーの、また見てね。